カメラマンのタクです。リエです。今日は撮影モードの中のプログラムモードについて解説いたします。撮影モードは絞りとシャッターの具体的な設定法になります。絞りとシャッターがよくわからない方は、先に絞りとシャッターの動画をご覧ください。撮影モードにはプログラムモード、絞り優先モード、シャッター優先モード、マニュアルモードがあります。今回は一番優しいプログラムモードについて解説いたします。P モードは絞りとシャッターがオートになります。絞りとシャッターについてまだよくわからないという方は、このモードにセットすればすぐに撮影ができます。隣にある緑色の全自動モードとは何が違いますか？カメラによって異なりますが、絞りとシャッター以外のピント合わせとか、色調などに関する設定もオートになります。一番大きな違いはストロボの制御です。P モードではストロボは任意でアップしないと光りませんが、全自動モードではストロボが自動でポップアップします。ストロボが勝手にピカピカ光ると困るシーンにいいですね。どんな方におすすめですか？カメラを買ったばかりの初心者の方で、とりあえず作画に集中したい方ですね。慣れてくれば組み合わせる AF モードやピクチャースタイルなど一眼レフのさまざまな機能を任意でセットできます。これから一眼レフを本格的に始めてみたいビギナーにおすすめですね。全自動モードですと機種により違いますが、全てがカメラ任せになってしまい、他の各種モードが任意で変更できないようになりますね。逆にカメラの操作には興味がなく、押すだけで撮りたい方は全自動モードがいいですね。はい、またプログラムモードはクリップオンストロボとの相性も良いです。そのため取材写真やブライダルカメラマンなどでもプログラムモードを使っている方は意外と多いですね。ストロボについてはまた別の機会に説明いたします。今日はプログラムモードについて解説いたしました。それではまた次回もお楽しみに。